日本のフィギュアスケート選手。愛称はデカ。岡山県倉敷市出身。主な実績に2011年世界ジュニア選手権2位。2013年全日本ジュニア選手権優勝。2016年、2017年全日本選手権連続2位など。1994年、岡山県倉敷市にて、日本人の父と台湾人の母のもとに生まれる。 正義感の強い子に育ってほしいとの思いから、刑事と名付けられた。倉敷市立貫島人気小学校、倉敷市立貫島中学校、岡山理科大学附属高等学校卒業、倉敷芸術科学、大学生命科学部健康科学科卒業、同大学大学院在学中。尊敬するフィギュアスケート選手は、 引き寄せられるような演技や表現力から、スケートの魅力を強く感じ、その後のスケート人生に大きな影響を与えたという同郷の高橋大輔や、幼い頃から同じ試合に出ていた、町田樹である。同級生の羽生結弦や日野辰樹には、ライバル心を抱いているという。サブカルチャーに造形が深いことでも知られ、特に遊戯王オリジナルカードゲームを愛好することから、 表情のデュエリストとも呼ばれる。少年時代から、スケート靴のエッジケースを紫と黄緑のエヴァカラーにし、熱心なアニメファンであることを公言すると中は、フィギュアスケート界のサブカルブームを牽引する一人で、ある。プログラムにも早い段階で、アニメ曲を取り入れ、2016から17シーズンには、エキシビション、千と千尋の神隠しを演じた。また、 2018から19シーズンのエキシビションでは人気漫画ジョジョの奇妙な冒険を題材に滑り原作ファンを失望させないようにと細部までこだわり抜いたプログラムはフィギュアスケート界を超えて大きな話題を呼んだ2020年9月12日エヴァンゲリオン主人公の声優である小形恵美とも対談が実現2021から2022シーズンの SP の楽曲に エヴァンゲリオン新劇場版シリーズ最新作新エヴァンゲリオン劇場版の BGM 11170CH エディション0706を予定していることを公表したこの SP はもともと対談記事公開日に開催されたアイスショーで披露する予定だったが田中は同賞を練習中の怪我のため自体11月29日2020 NHK ハイエキシビションで初披露した。なお、音源は映画使用楽曲から競技時間に合うよう編曲し直され、エヴァンゲリオン公式より提供されている。2018年フランス国際でエキシビション、ジャストライクファイア2018年世界選手権でショート。中でも田中が気に入っている衣装は、ぴョンチャンオリンピックでも着用した上記と同じく黒一式の メモリーズだ。パーツパーツで、それぞれ生地が全部違うんです。生地を選ぶ時にすごくこだわりました。その他にも、自分が着たいと思う衣装で滑りたいとも語っている。2001年、7歳の時にフィギュアスケートを始める。母親に連れられて、自宅近くにあるウェルサンピアクラ式のスケートリンク場に行ったことがきっかけだった。何か夢中になるものを探していた田中はピンと来て、 幼いながら、これを最後までやり遂げようと思ったのだという。後に、華やかなフィギュアスケートは、自分と対局にあるもので、未知の魅力を感じたとも語っている。8歳より、林雄介コーチの指導を受けており、大阪府立臨海スポーツセンターを拠点としていた、コーチのいる大阪まで、小学3年生から、週末ごとに、倉敷から長距離バスで通った。現在は、 林コーチと共に、兵庫西宮アイスアリーナに拠点を置く。国民体育大会で優勝、高橋大輔以来の快挙、編集2004年から2007年まで全日本、フィギュアスケートノービス選手権に出場していたが、ライバルのハブ、日野が2度優勝しているのに対し、田中は2位止まりであった。だが、2007から2008シーズンには、英語ンチャレンジ杯のノービスクラスで優勝する。 2008から09シーズンからは、ジュニアクラスに参戦。2009から2010シーズン、全日本選手権に初出場で8位入賞を果たし、新人賞を受賞。さらに、第65回国民体育大会では、中学3年生にして、少年男子の部で優勝する。中学生での優勝は、2001年の高橋大輔以来の快挙だった。 世界ジュニア選手権初出場で銀メダル獲得、編集2012年ジュニアグランプリファイナルのショートプログラムアフロフリーク2010から2011シーズンよりジュニアグランプリシリーズに参戦。初戦の JGP ブラショフ坂月で3位に入るも、続く JGP ジョンカリー記念では6位に終わり、ジュニアグランプリファイナルの出場を逃した。全日本ジュニア選手権では、 SP で19位と大きく出遅れるも FS5 位総合9位となり全日本選手権に出場。全日本選手権では11位となり世界ジュニア選手権の代表に選出された。世界ジュニア選手権は予選からのスタートとなったが予選 SP、FS を通してすべてのジャンプを着氷し初出場ながら銀メダルを獲得した。2011から2012シーズン ジュニアグランプリシリーズは JGP ブリスベンと JGP オーストリアに出場し、共に表彰台に上った。しかし、初出場となったジュニアグランプリファイナルでは、転倒こそなかったもののジャンプにミスが、相次ぎ、最下位に沈んだ。ファイナルを前に出場した全日本ジュニア選手権では2位となり、2006年から6度目の出場にして、初めてメダルを獲得。 全日本選手権では、ジュニア勢の中では、トップの7位に入り、2年、連続世界ジュニア選手権代表に選出された。世界ジュニア選手権では、SP11 位と出遅れたが、FS では、シーズンベストを更新する演技を見せて5位、総合で7位まで順位を上げた。2012から2013シーズン、ジュニアグランプリファイナルは、6位。全日本ジュニア選手権で、 金メダル獲得、編集2013から2014シーズン、ジュニアグランプリシリーズは、JGP 個室でシリーズ初優勝。4回転トーループを初成功させ、JGP チェコスケートでも優勝した。ジュニアグランプリファイナルは SP 首位に立つも、総合4位に終わった。全日本ジュニア選手権では、念願の首位を取り、金メダル獲得。全日本選手権では8位。 シニアの ISU チャンピオンシップス初出場となった4大陸選手権では17位。トリーグラフトロフィーでは銀メダルを取り、シニアの国際大会で初めて表彰台に上った。遅咲きの19歳でシニア以降、編集2014から2015シーズン、シニアクラスへ完全移行。ニースハイで銅メダルを獲得。グランプリシリーズに参戦し、 中国杯では8位だった。2015から2016シーズン、チャレンジャーシリーズの US インターナショナルクラシックで銀メダルを獲得。NHK 杯では4回転サルコーを初成功させ、自己ベストを大きく更新し、5位に入った。全日本選手権では自己最高の4位。2年ぶりの出場となった4大陸選手権では、前回の17位から大きく、 順位を上げ、6位入賞を果たした。2016から2017シーズン NHK 杯で自己ベストを更新し、3位。シニアデビュー3年目にして、自身初となるグランプリシリーズの表彰台に立った。全日本選手権では、宇野昌磨に次ぐ2位で、メダルを初めて獲得した。アルマトイで開催されたユニバーシアードでも、非公式ながら、 自己最高点を更新し、デニス点に続く銀メダルを獲得。その後、4年連続選出されることになる初出場の世界選手権では19位だった。ピョンチャンオリンピックに出場、編集2017から2018シーズン、初戦のアジア杯では優勝するものの、オンドレネペラトルフィーの6分間練習中の、転倒から腰を痛め、ロステレコム杯は危険となった。だが、 中国杯では SP で自己最高点を出し4位。総合7位となる。村隆人らと競り合い2年連続で全日本選手権2位となりピョンチャンオリンピック男子シングル日本代表に選ばれる。SP、FS ともに非公認ながら自己最高点。サルコウ、トーループと2種類の4回転を成功させただけでなく演技構成点が高く評価された結果だった。 さらに3年連続4回目出場の4、大陸選手権では SP、FS 両方の自己最高点を更新。総合でも自己最高点をマークし、表彰台に肉迫する4位入賞を果たした。迎えた、平昌オリンピックでは団体戦の FS に出場したが、ジャンプミスが響いて、総合を5位に止まり、五輪メダル獲得は至らなかった。続く個人戦でも、 SP で冒頭の4回転サルコーで着氷時に、エッジが滑って転倒してしまい、20位と大きく、出遅れた。FS では、冒頭の4回転サルコーが成功し、オリンピックで4回転を成功させた、史上6人目の日本人となった。だが、他のジャンプで失敗が続き15位、総合18位に終わった。一歩一歩着実に登ってきた田中は、初出場だったオリンピックを振り返り、 これが五輪なんだ。難しさが身に染みた。その経験を今後どんな試合に出ても小さな舞台や大きな舞台でもこの緊張感というのは一生の宝になると語った。2年連続出場の世界選手権では大会直前にスケート靴が壊れるアクシデントに見舞われるが続行。自身最高となる13位に入った。2018から2019シーズン。 スケート靴の種類を変えるなど、試行錯誤し、前半のグランプリシリーズは2戦とも8位とやや乱れるも、後半は復調の兆しを見せた。全日本選手権では、宇野昌磨、高橋大輔に次ぐ3位。3年連続出場の世界選手権は、冒頭の4回転サルコーが抜け、SP19 位から始まり、苦戦を強いられる。FS11 位と挽回し、結果は、 総合14位だったが、その前月、4年連続5回目出場となった4、大陸選手権、翌月に初出場した、世界フィギュアスケート国別対抗戦はともに、震災転方式での自己最高点を更新した。世界選手権に4年連続選出、編集2019から2020、引き続き校長躍進のシーズン。チャレンジャーシリーズの US クラシックでは、 アメリカのヴィンセント・ジョーを破り、山本聡太とワンツーフィニッシュを飾った。これはシニアとして自身の ISU 公式戦初優勝である。スケートカナダでは会場への移動中に交通事故を起こしたタクシーに乗り合わせており、危ぶまれたが2016年の NHK 杯以来3年ぶりとなるグランプリシリーズの表彰台に立った。中国杯はそのたった2週間後だった。 ジャンプのミスが続き、SP7 位となったことが響き、惜しくも総合5位となり、グランプリファイナルへは駒が進めなかった。その後の全日本選手権では、SP で4回転サルコーを点灯するも、ステップシークエンスを高く評価される。FS は2本の4回転サルコーを決め、4位となり、4年連続となる世界選手権への切符を手にする。 2020から2021シーズンは試練の幕開けとなった。新型コロナウイルスの影響で直前に中止になった世界選手権の地、モントリオールから2泊4日で帰った後、緊急事態宣言が出され、約1ヶ月半にわたり、表情に立てなかった。焦燥の中、練習が再開されるも、8月、練習中に右膝に怪我をしてしまう。さらに9月、 幼年金感染症で入院。退院直後で出場となった、中四国九州選手権大会では3回転アクセルなどを回避し、優勝。10月に行われた西日本選手権では、4回転、3回転ルッツ、3から3を封印するも、今できることをやっている SP は納得の演技で、山本壮太、友野和樹に続く3位となる。11月の NHK 杯では、 ジャンプのミスが続き、4位入賞にとどまるが、実戦で4回転サルコーを組み込むところまでクリアする。復帰へのステップとして、照準を合わせてきた、全日本選手権では、渾身の演技を見せた。切れ味を戻した、SP、FS では4回転サルコーを2本組み込み、5年連続の世界選手権代表は、逃すも、4位。ありがとうございます。